もう秋葉原自警団って何なのよ。まあ気にすんなって。なんていうか、リユには悪い人たちには見えませんでした。変な連中ってことでいいだろう。よくないわよ。あいつら妄想を壊そうとしていたのよ。私たちの方がずっと前から壊していたっていうのに。何を偉そうに。あ、朝日様。萌え、もう大丈夫なのか。はい、もう大丈夫です。でもなんだか迷惑をかけてしまったみたいで。いや、いいんだ、気にしないでくれ。無事でよかったよ。リユも安心しました。あの朝日様、一つ聞いてもいいでしょうか。ん？どうした？私はなぜここにいるのでしょうか。なぜ朝日様たちのお世話になっていたのでしょう。それはなんだか変な場所にいたのは覚えているんです。青いおどろおどろしい場所にいた気がして。そしてあと、お店に似たような、似ていないような場所に行った気がして。おい、どういうことだ。なんで覚えているんだよ。萌ちゃん、他にも覚えていること話してもらえないかしら。あ、はい。朝日様たちと一緒に戦ったような、でもなんていうか、その記憶がところどころ曖昧なんです。思っていたよりも覚えてるみたいね。おそらく後遺症の一種でしょう。後遺症？たまにね、記憶が完全には消えることなく、ところどころ覚えてる人がいるのよ。ああ、そういえば、オーディオの音田さんも少し覚えていたな。リユちゃんのように全部覚えている、特殊な場合を除けば、それほど珍しくもないわ。まだ妄想を認識できるけど、徐々に薄れていくはずだから安心していいわ。本当に大丈夫なのか？もしかして、朝日様たちが私を夢の世界から助け出してくれたのでしょうか。あれだな、半分正解で半分不正解かな。助けることはできたけど、まだ妄想に巻き込んじゃってるものね。もしよかったらお礼をさせてもらえませんでしょうか。お礼だなんて、そんな、俺たちが好きでしたことだからさ。その気持ちだけで十分よ。ありがとう、萌ちゃん。でもそれじゃあ私の気が済まないです。いつかでいいんです。何かお礼をさせてください。わかったよ、じゃあいつかお願いな。はい、ありがとうございます、萌ちゃん。あ、ママちゃん、一緒に帰るっすよ。暗い夜道に一人じゃさらわれちゃうっす。ありがとう、ななちゃん。それじゃあ皆様、本当に今日はありがとうございました。これでメイドさんの妄想に関しては一件落着ですね。だけど気になるわ、ピンクマントの男は何者なのかしら。まさか今からピンクマントを探さないよな。今日はもう解散だよな。俺疲れすぎてやばい。もうだらしないんだからって言いたいところだけど、実は私もさすがにヘトヘトよ。今日も朝からいろいろありましたもんね。リユもクタクタです。続きは明日にしましょう。明日も13時集合でいいかしら。なあ、それって俺も含まれてるのか。当たり前じゃない、協力するって言ったの忘れたの。いや、だから俺は何も。諦めろ、たとえ拒んだとしてもあいつ家まで来るぞ。はあ、14時か。まあギリギリセーフだろう。て、あれ、遅えぞ。おお、ヤマト、おはよ。ちゃんと起きたんだな。もしかしてお前意外と楽しみだったんじゃないのか。ちげえよ。まあいいけどさ。っていうか、さっきとリピョンは？俺が知りたいね。あら、珍しい、ちゃんと時間通りに来てるじゃない。え、時間通り？ちっ、そういうことか。本当の待ち合わせは14時よ。昨日ね、1時間だけ嘘ついたの。ごめんなさい。はめられた。巻き添え食らった俺に謝れ。さて、
これで全員集まったことだし、今日は早速。あ、朝日様。あれ、萌えちゃん、こんなところで何してるんだ。実は朝日様たちのことを探していたんです。俺たちを？朝お店に向かったら変な扉を見つけたんです。それで昨日のことを思い出して朝日様たちのことを探していたんです。もしかして扉がきっかけで思い出したの？全てを覚えているわけではありませんが、今この秋葉原が普通じゃないのはわかります。だからお礼をしに来たんです。お礼なんていつでもいいのに。朝日様たちは秋葉原中の妄想を壊しているんですよね。わわわ、正解です。こんな状況ですし、少しでも早い方がいいと思ったんです。そんな、いいのに。大したお礼ではありませんが、私に秋葉原を案内させてもらえませんか？秋葉原案内？私のお店ではメイドによる秋葉原ガイドもやっているんです。名所や面白スポットを案内させていただいているんですが、これがなかなか好評なんです。なのでお礼としてぜひともご案内できればなと思いまして。秋葉原を見て回るのなら私に任せていただけませんか？なるほどね。確かにありがたいけど、巻き込むわけには。メイドさん大歓迎っち。あ、ピンクン様っち。もうピンクン、オイラたちはもっと秋葉原のことを知るべきっち。そうだっち。朝日まで。リユも興味あります。萌えさんからいろいろと学べるチャンスです。それにまだ知らない場所もあるかもしれませんし、今後のためにも案内してもらいたいです。俺は別にどっちでもいいけど。もう分かった分かったわよ。いい？新しい妄想を探すためだからね。サキ様、ありがとうございます。いつも以上に張り切らせていただきますね。それでは早速参りましょう。よろしくお願いしますね、ピン君様。ちぃ。こちらのお店は通称トノデンです。秋葉原の有名家電量販店の一つですね。存在は知ってましたけど、こうして間近で見るのは初めてです。お店は知らないけど CM ソングは知っているなんて方も多かったりするんですよ。どんな歌なの？ごほん。では僭越ながら私が。どのてんどのさま未来作る電気の世界統一だ、どのてんといった感じです。わあ、パチパチパチ、萌さん歌も上手なんですね。確かに聞いたことある気がするわ。一度聞いたら耳から離れない、そんな魔法の CM ソングですね。昔の秋葉原は家電のにぎわう街だったんですよ。こちらはかの有名なレディオ会館です。ここは目立つけど一度も入ったことないのよね。どんな建物なの？それではご説明させていただきますね。ここレディオ会館は1953年に設立されました。今や電気街口のシンボルですね。老朽化により2011年に一度閉館したのですが、2014年にリニューアルオープンいたしました。会館当初はその名の通りラジオ機器関係のパーツ専門店が並んでいたのですが、現在は時代の流れもあり漫画やフィギュア、トレカなどを扱うお店が多いんです。まあどの店も悪くない品揃えだよ。あ、ヤマト、もしかして来たことあるのか？いや、ない。そんな話を兄貴がしてたんだ。どこのお店も品揃えが豊富です。きっと探し物が見つかるはずですよ。こちらは通称ジャンク通りです。はい、質問です。どうしてジャンク通りと呼ぶのでしょうか？それではその理由もご説明しますね。この通りはパソコンや電子機器関係のパーツを取り扱う店舗が多いんです。やはりこの通りの最大の特徴は店先まで品物が並んでいる光景ですね。実はこの品物ですが、新品だけではなく
ジャンク品がとても多いんですよ。そんなこともあってジャンク通りと呼ばれるようになったみたいなんです。なるほど、ありがとうございます。ちょっとだけお利口さんになりました。ですがリュウ様、もう一つおまけ話があるんです。近年はジャンク品を扱うお店だけでなく飲食店も増えているんですよ。ケバブ、ラーメン、串焼き、ジェラートなどなど、まさにジャンクらしいラインナップなんです。へい、いらっしゃい。わわわ、ジャンクな人もいらっしゃいました。あなたは？出た、闇商人。こんにちは、シャルコさん。っていうか知り合いだったろ？はい、シャルコさんは知る人ぞ知る有名人です。おお、私は有名だ。有名になっちゃダメだろ。で、こんな昼間から闇市か？こっちでは別の仕事してんのよ。どう？クエストを受けてみない？あ、クエストってなんだ？気が向いたら話しかけなさい。おいしい仕事、斡旋してあげるわ。だから俺、仕事とか向いてないんだって。ねえ萌ちゃん、この場所について教えてもらえないかしら？はい、何でも案内いたします。ずっと思ってたんだけど、ここって何の建物なの？なんだか秋葉原らしくないっていうか。ここは UBX という建物です。秋葉原の再開発の一環として2006年に誕生しました。地上5階以上はオフィスフロアとなっておりますので、世間の秋葉原のイメージからは少し遠いかもしれませんね。イベントホールもあり、ビジネスに関するものからアニメに関するものまで様々なイベントが開かれています。飲食店なんかも多くてさ、飯を食うのにも意外と便利なんだ。リーズナブルなおうどんや焼肉にお好み焼きまで幅広いラインナップですよね。500円のランチもあるよな。それに卵かけご飯の食べ放題も。へえ、勉強になったわ。ありがとう萌ちゃん。え、俺には？さて、これで秋葉原案内は一旦おしまいです。一旦？これからもご一緒させていただけたらと思います。え、俺は嬉しいけど、お店の方は大丈夫なのか？大丈夫っち。お前が言うな。お店にはナナちゃんもいますし、それに秋葉原の現状を放っておけません。だってよ。ありがとう萌ちゃん。だけど甘えちゃっていいのかしら？はい、もちろんです。サキ様たちは私の恩人ですから。萌さんの仕事に向き合う姿勢、これからも学ばせていただきますね。それじゃ、これからもよろしくな萌え。いえいえ、こちらこそです。じゃあ今日もいっぱい歩いたことだし帰らないわよ。ですよ。だけど、いっぱい歩いてよかったわ。おかげさまで、思わぬ収穫があったもの。収穫も何も、新しい妄想はどこにもなかったろ？妄想はなかったわ。だけどね、なんとなく見えてきたのよ。秋葉原が繰り返す理由と、妄想の侵食が多発する理由が。本当ですか、アサキさん？秋葉原の歴史と、今の街の状況が関係しているわ。まあ、確証は持てない段階だけどね。歴史と現状？秋葉原って町はね、時代によっていろいろな姿に形を変えてきた町なのよ。ラジオの秋葉原に家電の秋葉原、そしてアイドルの秋葉原にメイドの秋葉原。時代が変わるたびにいろいろな種類の妄想がこの秋葉原を埋め尽くしてきたと思うのよ。そっか、オーディオがにぎわっていた時代の秋葉原も。だけど秋葉原の移り変わりはとても早いわ。そして過去の秋葉原は忘れ去られていく。当然過去の秋葉原にとらわれてる人たちは過去の妄想にとらわれてしまっている。そんな過去の妄想にとらわれた人たちは時代に取り残されたまま増え続けた。そして秋葉原そのものが時代に取り残され未来に進めず今日を繰り返してしまっているの。なるほどです。だからこそ秋葉原にはいっぱいの妄想が。人間は過去を引きずる生き物よ。思い出って
古ければ古いほど美化されるじゃない。いろいろな時代の秋葉原を愛する皆さんが過去にとらわれ、過去にとらわれた妄想を生み、これ以上秋葉原が変わらないように、未来が訪れないようにってなった結果なんですね。だからこそ今日が日曜日は繰り返しているのよ。まああくまでも仮説よ。ただ秋葉原は妄想の巣窟には違いないわ。そのつまりどういうことだ。妄想の侵食を全部壊すことができたら繰り返しから抜け出せるってことよ。なるほど、わかりやすい。とにかく全部の妄想を壊せばいいんだな。なあちょっと待てよ。だったらなんで今なんだ。それが理由だとしたら、もっと過去にも繰り返すタイミングはあったろ。それにさ、秋葉原が理由で世界が繰り返しているっていうのか。そう、そこなのよ。だからまだ確証が持てないの。秋葉原が世界に影響を及ぼすなんてちょっと考えにくいのよね。でもでも関係あるかもしれないんですよね。ってことは、秋葉原に残された妄想、中二の妄想期へ行きましょう。もしかしたら全てが解決するかもしれないわ。やっぱりそうなりますよね。こっちの中はこんな風になってたのか。何かのアニメの妄想みたいなのよね。ヤマト、どう思う？俺、アニメとか興味ないし。兄貴だったら詳しいんだけど。ヤマトさんのお兄さんって何歳なんでしょうか？確か25歳。結構離れているんですね。リュウのお兄ちゃんと同い年です。25歳にしちゃ随分と昔のアニメを知ってるんだな。ああまあ、ほらほら奥へ進むわよ。それと忘れてないでしょうね。思い出したくない。あのフードの男、絶対に負けイベントなのに。フードの男、なあ、あいつがフードの男か。どう見ても怪しいし強そうだろ。まだオーブもないしレベルも足りてないって。今日こそは強行突破よ。久しぶりね。いきなりだけど、そこをどいてくれないかしら。古の傷を求めし者よ、まだ時は満ちていない。私たちはね、どうしても先へ進まなくちゃいけないの。なぜ古の傷を求める。貴様らは崩壊を望むというのか。おい、こいつ何言ってるんだ。まさか時が満ちようとしているのか。はあ、だから時ってなんだよ。おいヤマト、お前の知り合いなのか。いや知らねえよ。古の傷に触れる、その覚悟ができたということか。もしかしてそこをどいてくれるの。ピン君様のお通りっち。さあ答えろ。世界を綴りし神の右手を持つ少年よ。世界を綴る。これでようやく妄想を壊せればね。いや、諸君らの出番はこれまでだ。やっほー、朝日。秋葉原地形団。忠告したはずだろう、我々の邪魔をするなと。私たちが先客よ。引くのはあなたたちの方ね。やれやれ、見逃してやろうと言っているのが分からんか。頼んだ覚えはないわ。では仕方あるまい。忠告通り、ここからは容赦せんぞ。せんぞ。あかりくんはそこで見ているのに。あれれ、お手伝いしなくていいの。こんなキャツラ、私一人で十分だ。いざ尋常に勝負。来るぞ。油断した。団長しっかりしてよ。ほらほら第2ラウンド始まるよ。ふん、口ほどにもないじゃない。まあ4対1だったしな。団長どうまい。
今日のところは仕方がない。あかりくん撤退だ。逃走でありますか。秋葉の平和から目をそらすでありますね。違う、これは秋葉原を守るための戦略的撤退だ。諸君、これで先日の借りは返した。情けは今日が最後だ。あ、借り？諸君なり、妄想宮から運び出してもらった借りがあったから。団長がね、ありがとうって言ってるみたいだよ。あかりくん、余計な言葉を口にするんじゃない。では諸君、次は本当に容赦しないからな。そう肝に銘じておけ。さらばだ。さらだば。行っちゃったな。行っちゃったわね。行っちまったな。行っちゃいましたね。行っちゃったっち。なんかあいつらいいやつなのか悪いやつなのかいまいちわかんないな。私たちの邪魔をするのなら誰であろうと敵に変わりはないわ。世界を綴りし少年よ。わっ、忘れてた。さあ答えろ。古の傷に触れるのか、アリシヒの衝動を呼び覚まそうというのか。だから古の傷ってなんだよ。アリシヒの衝動とか意味わかんねえよ。まだ時は満ちぬか。立ち去れ、古の傷を求めし者たちよ。ちょっとヤマト、あと少しなんだから頑張りなさいよ。何をだよ。あの青木春を忘れたか少年よ。共に悠久のかけらを求めた日々を。悠久のかけらだと。なあヤマト、やっぱり知り合いなんじゃないか。いや知らない、俺は何も知らない。やはり時は満ちぬようだな。立ち去るがいい。なあ一つ聞いてもいいか。世界を綴りし少年、時の観測者に何を問う。八つ目の大罪は何だ。誰が無欲を罪と定めたのだろうか。懐かしい、汚れなき白き少女。ヤマトさん、何か知っているのでしょうか。知らない、俺は何も知らない。あ、ヤマトさん。ちょっと待てって。もう朝日まで。サキさん、二人を追いかけましょう。仕方ないわね。友よ、聞こえるだろうか。悠久のかけらは今もまだ。ヤマト、待てってば。ねえ、一体どうしたの。お前らには関係ない。関係あるわよ。やっぱりあの男知り合いなのね。知らない、本当に知らないんだ。ただどうした。いや、なんでもない。きっと気のせいだ。話す気はなさそうね。あのヤマトさんも話したくないみたいですし。本当に知らないんだな。仕方ないわね。今日はもう解散にしましょうか。ヤマトさん、明日も来てくれますか。ああ。それじゃあまた明日、同じ時間に同じ場所、遅刻厳禁よ。わかった。ニャンドリー便、本日開店ニャン。ニャンとドリンクが222円ニャン。そういや、この猫耳喫茶、毎日開店記念続けてんのか。巷で噂のピンクマントも御用達にゃ。ニャンドリーミーもよろしくにゃ。おい、今の話本当か。ニャニャニャ。今ピンクマントが御用達って言わなかったか。本当に来たことがあるのか。ごめんにゃ、嘘にゃ、適当に言ったにゃ。なんだ、嘘か。ピンクマントは秋葉の有名人だと聞いたにゃ。だから客寄せに利用したにゃ。その話どこで聞いたんだ。お店の子に聞いたにゃ。ネットとかでも見たことあるにゃ。ネットで。前から秋葉で目撃されてたみたいにゃ。変わった人を見た、
都市伝説みたいなもんか。ピンクマントがどうかしたかにゃ。ああ、いや、なんでもない。話聞かせてくれてありがとな。にゃにゃ。やっぱり気になるな。ピンクマントのこと、ちょっと調べてみるか。お、おい、ヤマト。おーい、本郷ヤマトくん。あ、よ、まだ秋葉にいたのか。そんな熱心に何見てたんだ。何も見てねえよ。それじゃな、俺は帰る。ヤマトのやつ、ゲームマーズなんかに用事が。おーい、ヤマト。ああ、そこのモニターな、よくアニソンの PV とか流れてんだよ。わっ、何驚いてんだよ。やっぱり興味あったのか。そういうの興味ないから。じゃあお疲れさん。逃げるの早すぎだろ。ちょっとそこのお兄さん。あ、昨日の私のこと思い出せたかな。いや、ごめんなさい。もうひどいよ、朝日くん。いっぱいあんなことやそんなことして遊んだのに。ちょ、別の意味に聞こえるんですけど。もう、っていうか、お姉さんは一体誰なんですか。ダメ、思い出すまで教えてあげない。今度会う時までには絶対に思い出しておいてよ。じゃなきゃ泣いちゃうからね。わかりました。次会う時までには。って、あれ、昨日のこと覚えているんですか。お姉さんはね、何でも覚えているんだよ。それこそ朝日くんの小学校の卒業文集もね。将来の夢は野球選手だったよね。大リーグで大活躍するんだっけ。なんでそれを。俺だって忘れてたのに。って、そうじゃないです。だからね、繰り返した昨日のことももちろん覚えているよ。不思議なこともあるものね。町のみんなは気づいてないみたいだけど。もしかして妄想者。ん？ああ、いや、なんでもないです。ねえ、朝日くん、男の人と女の人が仲良くなる秘訣知ってるかな。男と女？一体何の話ですか？それはね、秘密を共有することなの。これでもう私と朝日くんは秘密の共有者だよ。え？え？それってもしかしてお姉さん。ああ、何か変なこと考えていたでしょう。うん、そんなんじゃないよ。ですよね。二人だけの秘密だよ。こうして会ったのも、こうして話したのも、みんなにも秘密だからね。ほら、約束。健全な青少年をからかわないでくださいよ。まあ、わかりました。ありがとう。次はいつ会えるのかな。それはやっぱりさ、こうやってね、次に会える日を楽しみにしているの。でもね、今日が永遠に繰り返される、明日の約束もできない世界なんてつまんないよ。つまらない世界ですか。さてと、そろそろお家に帰ろうかな。それじゃあ朝日くん、次会う日までにちゃんと思い出してよね。頑張ってはみます。それじゃあバイバイ。二人だけの秘密か。お姉さん一体誰なんだ。あ、ピンクマントを知ってるか。自慢じゃないけどね、私実際に見たことあるよ。どこで見たんだ。裏通りだったような、ジャンク通りだったような、どこだったか忘れちゃった。とにかくマントが衝撃すぎて、それ以外はさっぱり。じゃあどんなやつだったかも。そうだね、マント以外は顔も背丈も覚えてないな。そっか。
なんかごめんなさい。いや、教えてくれてありがとう。ピンクマントをつけた男？そういえば噂で聞いたことあるな。どんな噂ですか？最近聞いたんだけどさ、秋葉原にピンクマントの小さいやつが現れるらしいよ。小さいやつ？それって子供ってことですか？ああ、それはどうだろう。年齢までは知らないけど。ってことは顔までは？ああ、顔についても聞いたことないな。そっか。どうもありがとうございました。あれ、ヤマトじゃん。なんだ、家に帰ったんじゃなかったのか？あ、いや、お前こそまだ秋葉原にいたのか。ちょっと気になる話を聞いてさ、秋葉で情報を集めていたんだよ。それよりヤマトこそさっきから何してんだ？ゲームまず覗いてたり、モニター眺めてたり、今度はトレカでも買いに来たのか？ちげえよ、たまたま通りかかったんだ。じゃあな、今度こそ本当に俺は帰る。こんな場所で何やってんのよ。朝日さんもヤマトさんも帰ったんじゃなかったんですか？あれ、奇遇だな。俺は少し用事があっただけだ。ゲームマーズやカードショップに行こう。だからそれはたまたまだ。たまたまね。朝日こそ何してたの？いや、ちょっと気になる話を聞いてさ。それでピンクマントの噂を追いかけてたんだ。わ、リュウたちと一緒ですね。私たちも調べてたのよ。やっぱり気がかりだったからね。半分以上はカフェでケーキ食べてましたけどね。へえ、サキもカフェとか行くんだ。な、何よ、私だってするわよ、それぐらい。とっても楽しかったです。ケーキ美味しかったし、ピンクマントの噂も聞けたし、充実した時間だったわ。どんな噂を聞いたんだ？分かったのは背が高いってことね。え？背が高い？俺は背が低いって聞いたんだけど。理由たちと反対ですね。どういうことでしょうか？なあ、取り込み中悪いけど、今日はもう解散だよな。俺帰るぞ。ちょっと待てって、せっかくだしこのままピンクマントを探そうぜ。あら、朝日のくせにやる気じゃない。なんかさ、嫌な予感が消えないんだ。萌えの件もあったしな。萌えさん、朝日さんのお知り合いでしたもんね。俺は帰るぞ。じゃあな。だからちょっと待てって。朝日、今日は解散よ。だから続きは明日にしましょう。え、さっきのくせにどうしたんだ？いつもなら今から妄想を壊すわとか言うだろう。いいのよ今日は。それじゃあお疲れ様、ヤマト。お疲れ様でした。ああ、じゃあな。じゃあ俺も帰ってゲームでもしようかな。朝日、あんたは待ちなさい。は？作戦開始ですね。ああ、なんだ、一体どうしたんだ？そろそろかしら。さっき、やっぱり妄想宮に向かって行ったっち。ありがとう、ピン君。じゃ、行きましょうか。出発進行ですね。出発ってどこに？ヤマトを尾行するのよ。あんたも見てたんでしょ？見てたって何を？アニメ関係のお店の前で興味津々だったヤマトさんをですよ。やっぱりどう考えても中二の妄想とヤマトは関係しているわ。ああ、そういうことか。だからヤマトを一人で。さ、追いかけましょう。でも、なんで一人で？それを確かめに行くなよ。